まずはこの映像を見てください。ここです。これをどう思いますか？意外とお尻がすごい？違います、ここです。このバカみたいなダメージの量。これが一発の火力です。見栄えのためにネベのバーストを使ってますが、置物でも同じことができます。今回はこれを覚えて帰ってください。それでは戦闘の動画を流します。ということで今回は G9 素材配布おじさんこと、透過地獄を破壊していきます。冒頭でネベの火力の動画を見てしましたが、残念ながら今回の攻略中は、ずっとラクラク操作です。なので先にダメージログを出しておきます。こちらです。ドレイクのダメージが普通ですが、これはバーストを打たなかったからですね。ネベは置物でも十分火力を出すので、ドレイクさんにバーストを切るべきだったかも。ともかくこのダメージ量です。火力アップとして対応するには十分でしょう。今流してる戦闘では中段階攻略のために、T9 装備マシマシで戦っているのですが、全身 T8 装備で8段階まで行ってる動画も、最後に流しておきます。立ち回りなどについては以前の動画と同じなので、簡単に説明すると、透過地獄の電気攻撃矢印全体カバー避け、ミサイル攻撃矢印ラクラスの通常で破壊、赤丸矢印フルバーストタイム中に破壊、T9 装備があれば通常だけでも破壊できます。といった感じです。先生の主な部分も以前上げた動画と同じなので、軽めに説明します。その1、全体バッファーの M3。今回の先生ではラクラスが火力トップなので、相談数爆がマジで強いです。その2、火力型ロケランのベロータ。SR とは思えないほどの強火力を出してくれます。アキガスのバーストにを埋めてくれるのもずっと。その3、ミサイル撃墜ヒーローラクラス。ミサイルを通常攻撃のみで破壊できるので、この子がいれば難易度がだいぶ変わります。第1は新顔のドレイクです。強いかなと思って入れたのですが、一斉が不十分かつバーストを打たなかったせいで、あまりダメージが出ませんでした。正直ここは地味枠でいいです。ラクンセルのようなヒーラーなどがいれば、ここに入れるとかなり安定しそうです。そして今回の主役ネベちゃん。強い要素は下に書いてある通りですが、なんといっても不思議によ。フルバースト後に貫通強が超強い。28限定ではあるものの、V の固まっている透過地獄相手だと、多段ヒットしまくってすごいことになります。それが火力の秘訣ですね。SR に一定素材を突っ込むのもなって方でも、とりあえず一度使ってみてください。火力があんまり出てないなら省くといいですし、もうちょっと火力あればってなったら、金を上げるだけでなんとかなります。ということで解説は終わりですね。この後は装備などの動画と、T8 詰めで8段階まで行ってる動画を流します。ではよき T9 装備コリリを。ここからが T8 装備での攻略動画です。1発耐えられるか耐えられないかが、かなり重要なのでなるべく SR キャラに、強い装備を集めた方がいいかもしれません。あとクリームがしれっと入っていますが、特に不正が活躍したわけではないので、誰でもいいと思います多分。あと1を最後に装備を乗せておきます。
爆発させるね。ということで時間切れで終了です。参考になれば幸いです。ここまで長い間ご視聴いただきありがとうございました。